三年連続で受賞したリオネル・メッシ2011年のフィファ・バロンドールの受賞者は2012年1月9日にスイスチューリッヒで行われた受賞式で発表されリオネル・メッシが三年連続で受賞した受賞式に先立ち2011年11月1日に23人の候補者が12月5日に3人の最終候補者が発表されているセレモニーは ルートフリットが司会を務め、ゼップブラッター・フィファ会長、ペレ、ローター・マテウス、ロナウド、歌手のシャキーラなどが出席した。フィファ女子最優秀選手賞は、サワ・ホマレ、フィファ男子最優秀監督賞は、ジョゼップ・グアルディオラ、フィファ女子最優秀監督賞は、佐々木のリオが受賞した。フィファ・プスカ首相は、ネイマール、フィファ会長賞は、アレックス・ファーガソン、フィファ・フェアプレー賞は、 日本サッカー協会が受賞した。FIFA、f i f プロワールドイレブンには、バルセロナから5人、レアルマドリードから4人、マンチェスターユナイテッドから2人が選ばれた。23人の候補者には、バルセロナから最多の8選手が名を連ねた。ヨーロッパ以外のクラブに所属する選手としては、唯一ネイマールがノミネートされた。受賞したジョゼップ・グアルディオラ。ありがとうございます。